大都市近郊区間とは、JR の旅客営業規則第156条第2号に規定する区間である。東京、大阪、福岡、新潟、仙台の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間、大阪近郊区間、福岡近郊区間、新潟近郊区間、仙台近郊区間という。東京、大阪、 福岡の3つの近郊区間は日本国有鉄道時代から規定されており、新潟及び仙台の両金郊区間は JR になってから規定された。乗車経路が多数存在する地区における乗客の利便性向上と発見、改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、 大都市圏では乗車駅から目的駅までの経路が複数あるため一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより乗客の利便性向上を図ることとした。また同様の背景から実際乗車経路の特定が技術的に困難なため発見業務、改札業務の簡素化の意味で JR 側にも有意義な制度である。ただし、近年では IC カード乗車券の利便性向上に伴う大都市近郊区間の拡大が目立っている。新幹線に関しては在来線が大都市近郊区間に含まれていても、並行する新幹線が大都市近郊区間に含まれていないという場合が多くを占める。2021年現在、 大都市近郊区間に含まれている新幹線は、東海道新幹線の前原駅から、新大阪駅間と山陽新幹線の西明石駅、愛い駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。大都市近郊区間内各駅総合発着の、普通乗車券及び回数乗車券における特例は、次の通り。なお、大都市近郊区間内総合発着とは、経路の全区間が、 同じ大都市近郊区間のみという意味である。また、選択乗車できる経路は仮に区間変更をしたとして同じ大都市近郊区間内のみの片道乗車券が発見可能なものに限られる。このほか乗車券に記載される特例は有効期間当日限りと下車前と無効のみであり、選択乗車については記載されない。大都市近郊区間制度は 乗車券の効力に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは、無関係である。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない。すなわち、大都市近郊区間とは、運賃計算に用いた、経路以外の経路を、区間変更の手続きなく乗車しても、それが、同じ大都市近郊区間内のみで、 環状線一周を超えない限り有効とするのが趣旨であり、決して最安運賃を強制しない。しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型時刻表や JR のサイトでは、大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例として解説され、実際にご乗車になる経路に関わらず、最も安くなる経路で計算した運賃で、 乗車することができます。東京、大阪、福岡、新潟、仙台地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路に関わらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます、などという表現を用いている。なお、最安運賃経路は、多くの場合最短経路と一致するが、例外もある。新幹線とそれに並行する、在来線とは、 同一線路として扱うという原則がある。大都市近郊区間の制度も当初は、この原則に従ったものであった。しかし後に、例外的に、並行する新幹線と在来線のうち、在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは、新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。 1999年まで在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。なお、同一視されない場合においては大都市近郊区間から除かれていた。また、1996年に九州旅客鉄道などが運賃値上げを行ったため新下関駅、 博多駅間では、並行する新幹線と在来線等を原則として、同一視しないこととなった。この時から、山陽新幹線小倉駅博多駅間は、福岡近郊区間から除かれた。1999年から2004年まで1999年に、東日本旅客鉄道が、東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は、 平塚駅までであったものが、熱海駅までとなった。ところが並行する東海旅客鉄道の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めなかったために、新在道一市の原則に対する例外が生じることとなった。この頃から、東京駅熱海駅間については、新在道一市の原則に関わらず、乗車券の経由表示が新幹線である場合は、 近郊区間に含まれないようになった。2004年から2004年3月13日、上越新幹線本庄和世田駅の開業により、熊谷駅高崎駅間の駅を、発着駅、または、接続駅とする場合に、同区間を別線路として取り扱うことになった。これに伴い、JR 東日本は、両毛線経由の乗車券による、 新幹線経由の選択乗車を排除するため、東北新幹線と上越新幹線を東京近郊区間から除外し、東海道新幹線東京駅熱海駅間と同様の状態になった。以降、2020年まで JR 東日本は大都市近郊区間の新設、拡大をたびたび言っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、 大都市近郊区間に含まれる新幹線は、前原駅から新大阪駅間と西明石駅、あいおい駅間のみになった。2014年4月1日、仙台近郊区間の新設により、大宇本線の福島駅、新城駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車に乗車する場合は仙台近郊区間から除外されている。 したがって、仙台近郊区間内だけで完結する乗車券で、あっても、山形新幹線に乗車する場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。新在道一市の原則が適用される区間以外では、初めて一部の列車が近郊区間から除外されることになった。乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する、経路通りに発売される。すなわち、 新幹線に乗車する場合は、新幹線経由の乗車券を在来線のみに乗車する場合は、在来線経由の乗車券が発売される。しかしながら、大都市近郊区間制度とは別に、新在道一市の原則により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用できるし、逆に新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる。 つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路に関わらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しない。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。ところが、本当クレイでは一部の新幹線が、 第16条の2の規定に関わらず、大都市近郊区間から除外されているため、県面経路に並行する新幹線に乗車できるか、どうか、乗車できる場合、その前後の選択乗車は可能かどうか、が難解であるが、整理すると次の通りとなる。なお、該当する区間は、東京近郊区間を呼び、 新潟近郊区間に並行するすべての新幹線と、大阪近郊区間の新大阪駅、西明石駅間に並行する山陽新幹線の同区間である。以下この節では、新幹線はこれらの区間を指し、前原駅から新大阪駅間と西明石駅、愛い駅間及び、小倉駅、博多駅間はこの節の対象外とする。選択乗車できる他の経路には、 新幹線は含まれない。県面経路に並行する新幹線には乗車できる。新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能県面に一部でも、新幹線経由が含まれている場合は、本特例なしの通常の乗車券となる。第16条の2の規定に関わらず同一の線路と、みなさないのは、乗車券の効力としての有効期間、途中下車、選択乗車と、 区間変更の取り扱いだけであり、それ以外は同一の線路とみなされることに変わりはない。仮に実際乗車経路に、区間変更したとしても、原乗車券の県面経路に並行する新幹線で、ある限り、新幹線経由にする必要はなく、有効期間、途中下車、選択乗車、区間変更の取り扱いは変わらない。 要するに、第16条の2の規定に関わらずがない場合、新幹線で、洗濯乗車することが可能になるところ、これを排除するのが目的であり、県面経路に並行する新幹線には乗車でき、その前後の洗濯乗車も可能である。同様の趣旨の規定は、旅記第160条、第2項にもある。なお、県面に一部でも、 新幹線経由が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となることについて、例えば、営業キロ 100km 超である全線、大都市近郊区間在来線経由の乗車券では、本特例が適用されるため途中下車ができないところ、上野駅大宮駅間や、品川駅小田原駅間といった新幹線と、並行する区間を、あえて新幹線経由にすれば本特例は、適用されない。 故に、その乗車券は途中下車が可能となり、新在道一市の原則より、新幹線経由部分を平行在来線に乗車することも可能である。すなわちこの乗車券は、乗車全区間が大都市近郊区間内であるにも、かかわらず途中下車が可能な乗車券となる。大阪近郊区間での大回り乗車の一例、大回り乗車とは、鉄道ファンの間における用語であり、 講義には、旅記第第157条、第2項でいう、選択乗車のことである。大都市均衡区間における、選択乗車とは、運賃計算に用いた、経路以外の、他の経路を、区間変更の手続きなく乗車することである。ここでいう、経路とは、仮に実際乗車経路に、区間変更したとして、片道乗車券が、発見可能なものに限られ、 全区間を一つの単位とする。西国分寺駅から東京駅まで、武蔵野線、東京駅の列車を利用する場合、最安経路の乗車券で乗車できる。運賃計算に用いた経路と他の経路等を比較し、他の経路の方が距離が長い場合を大回り乗車、逆を小回り乗車ということになるが、最安運賃にして遠回りする方が都合が良い。 場合が多いため、選択乗車といえば、大回り乗車を指すことが多い。競技の大回り乗車とは、初乗り運賃区間の乗車券を用いて、できるだけ遠くまで乗り続けることを指し、その様子がメディアで紹介されることもある。東京駅から隣駅である、有楽町駅までを、山手線内回りの列車を利用して、田端駅、新宿駅、品川駅経由で乗車する。 場合、最短最安経路による初乗り運賃区間の乗車券で乗車できる。なお、初乗り運賃区間の乗車券による遠回り乗車の場合、通常は、初乗り運賃区間に、発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線一周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能である、ため、初乗り運賃で、 環状線一周が成立する駅を発駅とする場合は大回り乗車後に発駅で下車することが可能である。大都市均衡区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市均衡区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発見することは可能であり、大都市均衡区間内のみの最長片道ギップも、 理論上存在するが、ホントクレーが付されている以上、県面経路の営業期路に関わらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。また、定期乗車券はホントクレーの対象外なので、選択乗車はできない。なお、隣駅までの極端な大回り乗車については、乗車券の効力として結果的に可能となったもので、ある。 東京近郊区間路線図。2021年現在はこれに、鶴見駅、羽沢横浜国大駅間及び、岩木駅並江駅間が加わっている。東京近郊区間は、JR 東日本の以下の区間である。東京を中心として、関東1都6県にとどまらず、静岡県、長野県、山梨県、福島県の各一部地域にまで広がる。 千葉県は JR 戦前駅、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、埼玉県は JR 東日本在来戦前駅、JR 東日本管内の南半分がエリア。車内路線図大阪近郊区間略図。なお、この図中には2019年3月16日開業の大阪東線北区間は示されていない。大阪近郊区間は、 JR 東海と JR 西日本にまたがる以下の区間である。ただし、山陽新幹線の新大阪駅西明石駅間は含まない。なお、大阪府、奈良県に属する JR の駅はすべて対象である。福岡近郊区間略図福岡近郊区間は JR 西日本と JR 九州にまたがる以下の区間である。ただし、山陽新幹線、 九州新幹線は含まない。新潟近郊区間略図新潟近郊区間は、JR 東日本の以下の区間である。ただし、上越新幹線は含まない。現在新潟県のみの展開であるが、新潟県内の JR 東日本在来線では、た見線、飯山線、米坂線、宇越本線、万越西線、上越線が組み込まれていない。大糸線は、 JR 西日本である。仙台近郊区間略図仙台近郊区間は JR 東日本の以下の区間である。東北新幹線、山形新幹線は含まない。2014年4月1日より実施。当初は東日本大震災の影響による普通区間が含まれていたが、2016年12月までに近郊区間内の普通区間はすべて解消されている。 福島新城間は利用する列車によって同一の経路であっても近郊区間の制度が適用される場合とされない場合が出てくる初のケースとなる現在は宮城県福島県山形県岩手県で展開しているが県内全域対象の県はない大都市近郊区間内には別の運賃制度特例も適用される区間がある大都市近郊区間内には 予定第151条に定める分岐駅通過の特例が適用される区間が存在する。このため、旅び対第157条第2項で定める選択乗車中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、 当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である。大見市を駅、鶴ヶ駅間は含まれない。鶴ヶ駅が大阪近郊区間外であるため、大都市近郊区間内には、旅定第149条に定める、特定の分岐区間に対する、区間外乗車が適用される区間が存在する。このため、旅期、第五十七条。 第2項で定める選択乗車中であっても、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である。上記西日暮里駅苑には、小久駅を経由する赤羽駅上野駅間の列車に乗車する場合も含まれる。東京近郊区間内には、旅機、第159条に基づき、 東京付近の特定区間を通過する場合の特例が存在し、本特例により発売された乗車券であっても適用される。ただし、159条の規定は本特例に実務上影響しない。連絡運輸の乗車券の場合でも、JR 線区間内が大都市近郊区間総合発着であれば、原則として本特例が適用される第75条。 このため、運賃計算のキロほどにかかわらず、有効期間は1日間となり、JR 線区間内は途中下車はできないが、連絡接続駅では下車することができる。各大都市近郊区間と接する会社線は次の通りである。このように、JR 線区間が大都市近郊区間総合発着となる連絡運輸の場合、本特例が適用される。ただし、 自動車線との連絡運輸の場合は、本特例は適用されない。大都市近郊区間の特例は、列車に乗る手段として、紙の乗車券を用いた場合にのみ適用される。列車に乗る手段として、スイカやイコーカー等の IC カードを用いた場合は、紙の乗車券とは異なり、同一の IC カード取扱いエリア内完結の乗車であれば、 どの経路を使用しても最も低廉となる経路による運賃が支払われるとともに複数日にわたる有効期間や途中下車は不可能な扱いになっている。ただし片道1回の乗車でかつ環状線一周にならない場合に限られる。そのため大都市均衡区間と IC カードは運賃計算の考え方は似ているが大都市近郊区間のエリアと IC カードの 取扱いエリアは必ずしも一致しない。よって、IC カードの取扱いエリア内の相互発着であり、かつ、大都市近郊区間の外から発着するような場合には、IC カードの場合と紙の乗車券の場合とで、運賃が異なる事象が起きる。例えば、久留米駅から新飯塚駅間を、博多駅経由で乗車する場合、紙の乗車券では1500円だが、 IC カード利用では950円となる。紙の乗車券の場合、大都市近郊区間内の外から乗車する場合は、乗車経路通りの乗車券が必要であるから、久留米博多新井塚と、運賃計算されるのに対して、IC カードの場合は同一の、取扱いエリア内完結の乗車なら、実際の乗車経路に関わらず、最安経路の運賃を適用するため、実際には、 博多駅を経由したとしても、運賃計算上は最安である、久留米原田桂川新飯塚と原田線経由の運賃が適用されるためである。このように、運賃面で IC カードと紙の乗車券とで不公平が生じるため、IC カードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きもある。 しかし2021年現在、大阪エリア、福岡エリア等のように IC カードの取扱エリアと大都市近郊区間が一致していないエリアがあったり IC カードの取扱エリアである札幌エリア、名古屋エリア、岡山、広島エリア等では大都市近郊区間自体が設定されていない。また前述の大回り乗車についても IC 乗車券で同様に 最安経路による運賃での大回り乗車が可能である。紙の乗車券で大回り乗車をする場合との大きな違いは乗車可能な区間であり、紙の乗車券の場合は大都市近郊区間で IC 乗車券の場合はその IC カードの取扱いエリアである。上記の通り、大都市近郊区間のエリアと IC カードの取扱いエリアは必ずしも一致しないため、 初乗り運賃ないし、それに準ずる低廉な運賃での大回り乗車が、片方でできて、もう片方でできない場合が存在する。岡白橋駅から一駅隣の金山駅までを、岡白橋駅、岐阜駅、美濃大田駅、田見駅、金山駅と乗車し、金山駅の改札を出る場合、このルートは大都市近郊区間に該当しないが、遠いかエリアであるため、 紙の乗車券では1980円かかるが、IC 乗車券では最短経路による運賃が適用され、150円となる。ありがとうございます。